緑草植物門は緑色植物赤絵を構成する二つの大きな系統群のうちの一つである。緑草と呼ばれる草類の多くを含み、よく知られたものとしては、クロレラやクラミドモナス、イカダモ、アオサ、マリモなどがある。単細胞、群体、多細胞、多角農場など様々な体制の生物が含まれる。核分裂は普通閉鎖型、細胞質分裂時に、 ファイコプラストが生じるものが比較的多い。弁毛細胞や弁毛装置は細胞前後軸に対して回転体であるものが多い。海から淡水域まで水域に広く分布し、また陸上や塩湖、雪などに生育する種もいる。他生物と共生するものもおり、地類の共生もは、多くの場合。 緑草植物である。伝統的には、ほぼすべての緑草をクローロファタに分類することが多かった。しかし現在では、一部の緑草は、他の緑草よりも、陸上植物に近縁であると考えられるようになった。ため、クローロファタからは除かれ、ストリプト植物へ移された。このように現在では、クローロファタの範囲が変わり、和名では、緑草植物門と呼ばれることが多くなった。 体制は単細胞、軍隊、多細胞、多角農場など、極めて多様である。また、青モズナと緑層綱の中には、原形質連絡を伴う多細胞体を形成する者も,もいる。ただし、陸上植物に見られるような、複雑な組織文化を伴う多細胞体を持つ者はいない。単細胞性のクロレラ属定数群体制の、 そのイカダも属分子史上性のスチゲオクロニウム、属多角の女性のミル属細胞外皮は多様であり、細胞壁に囲まれるものが多いが、裸のものや有機質の鱗片に覆われるものもいる。細胞壁の組成も、セルロースを主とするものの他に、ンナンやキシュランを主とするものや、糖タンパク質からなるものもいる。細胞膜上に、セルロース合成酵素複合体を持つ場合、 戦場の形をとる。栄養細胞が弁毛を持つ者も,もいるが、多くは生活間の一時期にのみ有送子や配偶子の形で弁毛細胞を形成する。クロレラのように弁毛細胞が見つかっていない例もある。弁毛細胞は普通細胞前後を軸に沿って回転対象であり、細胞長端から対抗する2本の等弁毛を持つ者が多い。また、弁毛の基部にある 弁毛装置は普通回転対象の交差型である。ただしこれらの特徴については、プラシの元総称される緑層の中に例外が多い。弁毛細胞は普通眼点を持つ。核分裂は普通閉鎖型である。中間防水体は核分裂周期にも残存するものと周期には崩壊しているものがある。細胞質分裂は 急進的な細胞膜の感情収縮によるものが多いが、遠心的な細胞板形成によるものもいる。中間防水体が周期に崩壊するものでは、ファイコプラストと呼ばれる分裂面に平行な微小管群が生じる。葉緑体の形や数、ピレノイドの有無やその構造は極めて多様である。光呼吸は、ミトコンドリア中のグリコール酸脱水素酵素による。どう アイン型のスーパーオキシドディスムターゼを持たない。イソプレン合成経路として、色素体内の比、メバロン酸経路のみを持つ。緑藻植物の中には、同型配偶、異形配偶及び卵生殖が知られる。生活感も多様であり、単層単炭世代型や単幅世代交代型が知られ、また、ミルのように複層炭世代型とされるものもいる。海から淡水まで水域に広く生育する。 淡水水域では、緑草砂やトレボークシア、モズナの種が植物プランクトンとしてよく見られる。また、海ではマミエラ、モズナなどのプラシノモが植物プランクトンとして多いことがある。また、海でも淡水でもしばしば低生成の緑草植物が見られる。沿岸域に生育する大型の緑草植物としては、ヒトエグサ、アオサ、シオグサ、ミル、 カサノリなどがある。またドゥナリエラ族など、塩濃度が高い塩湖で生育する種もいる。陸上一気でも、岩や壁、樹皮、土壌の表面など様々な環境に、緑草植物が生育している。特に、トレボークシア、モズナの藻類は、このような環境で普遍的に見られる。また雪に生育する種もおり、藻類の増殖によって、雪が色づく現象である。 再接現象を引き起こす藻類の多くは、緑草植物に属する。海中のアオサ族ドゥナリエラ族の増殖によって、赤く染まったエンコジュ皮状のオレンジ色の部分は、スミレモ族地類の多くは、緑草植物を強制とするイリプトクロリスが強制している。イソギンチャク緑草植物の中には、他生物と強制しているものも多く知られる。特に地類の多くは、 緑草植物門に属するトレボークシア族や、コッコミクサ族スミレーモ族などを強制もとしている。また他にも、センモウムシ、太陽ムシ、アメーバ、海面、イソギンチャク、ヒドラ、無鳥動物、ナマケモノなどに緑草植物が強制している例が知られている。伝統的には、普通すべての緑草がクローロファタに分類されていた、ただしシャジクモ類は、 得意な形質を多く持つことから独立したもんとして分けられることもあった。しかし1960年代以降、微細構造学的研究や生理性化学的研究から一部の緑藻は他の緑藻よりも陸上植物に近縁であることが示唆されるようになった。その後の分子系統学的研究からもこの仮説が指示された。そのため、これらの緑藻は クローロファタからは除かれ、ストレプト植物に移された。この過程でクローロファタの暗名も、緑草植物門とすることが一般的となった。また、蒸気のような微細構造学的研究によって、緑草植物門の中には三つの大きな系統群が存在することが示され、これらは、アオサモズナ、トレボークシア、モズナ、緑草ズナに分類されるようになった。これら参考は、 緑藻植物門の中で単系統群を形成していることが示唆され、アトック系統群と呼ばれている。またその他の緑藻植物の中で、クロロデンドロン、モツナ及びペリノ、モズナがアトック系統群に近縁であることが、分子系統学的研究から示唆されており、これらをまとめて、コア緑藻植物と呼ばれ、また、緑藻植物アモンに分類することがある。 原始的な緑色植物と考えられてきたプラシノモの多くは緑草植物門に属することが分子系統学的研究から示唆されている。これらプラシノモは以前はプラシノモズナとしてまとめられていたがガワ系統群であるため2020年現在では普通多数のツナに分割されている。2020年現在緑草植物門の中にはおよそ10項が認識されている。 また環境 DNA 研究から実体が不明の緑草植物の初期分岐群がいくつか見つかっている。ありがとうございます。